連発。これはちょっとアシストフックつけてみたんですけど、カブラを追うんだけどなかなか食わない。それで、まあ、カブラ自体はある程度の重りや重さがあるんで、こういう小さいメバルの場合吸い込むんだけどもカブラまでは吸い込めない。でもその時に吸い込んだ時にこういう風な感じでアシストフックをつけておくと、アシストフックが口の中に入ってしっかりとフッキングする。こんな感じですね。しっかり口の中からフッキングしてますね。まあこれも釣れない時の奥の手っていうことになりますね。アシストフックなんていうのは、まあ、市販で、用意されてるものだとかっていうのもあるんですけども、そのまま現場でそのまま作っちゃえたりするんですね。例えばカブラのライン内にラインを通します。それで通した先に、これはグレバリの5号、6号、7号ぐらいで十分です。リーダーをそのままくくってしまいます。で、ここからが意外に重要で、アシストフックのアシストの部分、アシストリーダーの部分をどれぐらい長さにしたいかなと。例えばカブラの目ん玉の近くに持ってきたいのか、それかこのフェザーの部分で食ってるやつを、意識してかけたいのかっていう場合、あと、吸い込みが弱い魚の場合リーダーを長くした方が口周りに絡みつくんで、まあ今ちょっとあんまり食いが良くないんで少し長めのリーダーで、やってみたいと思います。先に針がついた状態の糸で結びます。こうすれば出来上がりですね。普通のフックよりも若干後ろに来るような感じ。こうすれば小さい魚が吸い込んだ時にこの針自体は軽いんで口の中にスポッとこれだけ入っちゃう。今まではこのフェザーだけをかじってたようなとか、あとトンとつついてただけのメバルが全部これでかかっちゃいます。